ダブル X アルタ。クラスはフォーリー。アイドル。いえ、確かセイバーだった気がします。黒き甲冑をまとい、デスサイズを振るう。すべての実りを収穫するものと呼ぶといいでしょう。すなわち実りとは、因果とか伏線とか、あと食べ物的な意味で。Rusty Hale。 Cheers, Migos. The time to fight is now. Running, running. ラッシュが来ます。迎撃の準備を。 Now loading. Now loading. AFK。 スーツのメンテ中です。スリープモードです。それは私のおまんじゅうです。アチーブメントアンロックド。ハートの実績解除です。ふふ。魔力レベル低下。リチャージを要請します、メイガス。さあ、怖くないですよ。ここは改めて名乗るべきですね。私は謎のヒロインダブル X オルタ。そうですね。えっちゃんと呼ばれることもありました。その記憶はもうおぼろげなのですが、最終シーズン、決戦の地に降り立った私は最強であり、エーテル宇宙ヴィランの極地であり、そしてゆえに、とてもお腹が空くのです。元から？私自身のオルトリアクターを動力源とする量子甲冑クアンタムアーマー、量子結合ドローンツインデスサイズ。これが力を欲し戦いを求めた私の結論だったのです。はあ、両手に鎌とかすごく悪役っぽい、ですか。そこがいいんです。ふふん。驚きです。私にもこんな可能性が。水着で夏のバカンスを過ごす。そんな平穏な夢が、この私に。この肌は日焼けじゃないのです。そう、あんこの食べ過ぎなのです。水着に浮かれて思わずはしゃぎまくり、日焼けしちゃったとかでは全然ないので。さようなら。とても寒がりだった私。こんにちは。この胸いっぱいに、夏の大切な思い出をもらった私。はい。これで私はもう、心置きなく、最後まで戦える。ごちそうさまです。美味しいです。まだまだいけますよ。お外で読書というのも味なものですよ、マスターさん。おや、主観時間を計測、比較してみると、私はマスターさんのわずかに年上になるようです。ということは、お姉さんですね。ふーん。ええ、お姉さんはおやつを独り占めにしたりはしないのです。ちゃんと厳密かつ平等にシェアを、うん。おやつ by おやつ、ケース by ケースで。この契約はほんのつかの間の一時的なものに過ぎない。その短い日々が全てを変えてしまうこともある。過去の自分の姿を見ると、もっと心をかき乱されるものと思っていましたが、なんだかまるで別人のようです。そのままでいてほしいと、そんな感傷すら浮かんだりして。自分なのに、変ですね。ふふ。謎のアイドル。あの人格の記憶は私になかった気が。うう、眩しい。レインボードワーフのスーパーノヴァですか。苦手なタイプかも。どうなってるんですか。謎です。WX さん。また会えて、私はとても嬉しいです。あなたには恨みもつらみもたくさんありますが、反省とか改心はノーサンキュー。でなくては張り合いがない。さあ、開戦の時は近いです。ほう。フォーリナークラスとは、私のような異なる時空の出身者ばかりではなかったのですね。邪神の手先？何でしょうそれは。ご安心を。血の流れる生き物ならば邪神だって食べてみせましょう。暗黒の量子甲冑、そして暗黒の重力操作。ユニバースからやってきた謎のヒロイン WX さんですが、あり方がずれているようです。オルタというよりパラレルみたいな。ヴィランであるものの平和を愛する面白、おとなしい方ですね。でも甘いものしか食べないというのはどうかと思いますよ。一人のおやつも私は大好きですが、二人で食べるとお腹のまた違う場所が満たされますね。おやつを一緒に、ピッピッピッピークパンです。ふえ、何ですかこの知らない歌。これはいささかわかりづらい。いえ、わかってもらえない前提でお話しますが、ピン詰めなどを保護するフィルムの剥がすところ、あれ、私、ダメなんです。すごい怖いんです。ちょっとだけ尖ったところが、爪の隙間にサクッと入りそうで、私の血塗られた望みは、聖杯もマスターさんも、聞き届けてはくれないでしょう。でも、もし叶うならもう一度、あの方に会いたいです。ああ、現在イベント開催中ですか。はあ、めんどく。いえ、今ちょっと本の山をやっつけるのに忙しいので、マスターさんにお任せで。ダメですか。ですよね。近頃はよく本を読みます。私の記憶のほころびを埋めてくれる気がするんです。晴れた日は公園のベンチで、雨の日は窓際で、寒い雪の日はおこたで、暑い夏の日はビーチで。マスターさんは本はお好きですか？よかったらおすすめを教えてください。私の傍らには腐れ縁の相棒、戦友がいたはずなのですけれど、奴はどこへ行っちゃったんでしょう。確か黒くて、バケツみたいなボロイドでした。むむ。オルタニウムの変換効率が下がり気味です。こんな時は、ムーンドバイ土産のコーヒーでも入れましょう。マスターさんも一杯いかがですか？何かおかしいですか？ヴィランの信念、その原則とは、エゴ。すなわち、すべては己のためにある。だから私は、どんなことでもしよう。私が私であるためならば、いかなる堕落と過ちであれども。そう。たとえ人理の保護でも、人助けでも。ふぅ。こっそりと、海に遊びに行きたいですね。